構造は、中国三国時代の呉の人物。字は九名。徐州広領組江戸県の出身。三国主呉れ市、超通ル電中に引く、呉六及び超太所、初段に略伝がある。幼い頃から書に巧みであった。森旅に指示して書道を学んだ。その当時、張子こみと陳料始めが特に書に優れていたが、陳料始めは、奔放すぎる欠点があり、 張子こみは厳しすぎるという欠点があった。交渉は、この二人の書風をうまく取捨し、書法の大名を極めて、中原地帯の書の達人に肩を並べられるようなものが、なかった。世の中が乱れると、中原の戦乱を避けて、江南に移住し、山陰県の随山の麓に居を構えた。この当時、同郷の下通ルも山陰に仮住まいをしていた。クレグンの長音が、 交渉のもとにやってきて、学問を授かろうとし、それについては、どこか適当なところに住む場所を見つけたいと望んだ。ある人が超音に告げた。随さんのもとに、家督と申す者がおり、年は若いが、立派な志を持っています。彼のもとにお住まいになるのがよろしいでしょう。超音はそれを、聞いて、か通の家に滞在することにし、朝夕、か通と議論を交わした。その後、 急に長音が千武少書の任に当たることになると、カトールを抜擢して、大使書士に任じた。こうしたことから、カトールの名が知られるようになり、あらは尊なくらいに登ったという。後に、交渉もくれに仕えて、官職を得た。焦燥に巧みであり、世人は彼の書を沈着通会と表し、書生と称賛した。玄武氏らと共に、八世、と称された。 現存する交渉の書として、文部長、九州省、岩山町、文部招待長、碑文、天発、上式碑などがある。ありがとうございます。